明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。それでは新春市長記者会見を始めさせていただきます。本日の発表案件は1月市議会で次回に提出する議案についてのものと議案関係以外の案件と2つございます。はじめに議案案件の発表の後、議案関係の質問をお受けして、その後議案以外の案件に入ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは市長、議案案件の発表をよろしくお願いします。はい、改めまして、明けましておめでとうございます。はじめに、昨年12月28日に召集されました市議会1月市議会臨時会の提出議案の概要について発表いたします。本議会の会期は1月7日の1日の予定でございます。1月の臨時議会に提案する補正予算でありますが、この度の補正は県と連携した低所得世帯に対する支援事業や今年度の事業実施状況により緊急な対応が必要な事業について予算措置を講ずるものであります。はじめに福祉関係では住民税が非課税である高齢者世帯や障害者世帯、ひとり親等世帯を対象に、灯油の購入等に対し、1世帯当たり5000円の給付金を支給し、経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ろうとするものです。また、商工関係におきましては、12月からの専用ポータルサイトの活用に伴い、寄付が増加しているふるさと納税をより推進するため、必要となる経費を増額するほか、財政調整に関連して財政調整基金に積み立てを行うものです。なお補正に必要な財源につきましては、県支出金、寄付金、財政調整基金からの繰り入れを行い、一般会計補正予算の総額は2億1320万円となるものです。以上でございます。はい、それではただいまの1月市議会臨時会についての発表案件に関しまして、ご質問をお受けしたいと思います。質問の管理者さんからお願いしたいと思います。はじめに毎日新聞さんございますでしょうか。特にないです。はい、TUI さんはいかがでしょうか。特にはい、じゃあ管理者以外の皆様はいかがでしょうか。はい、朝日新聞の戸松です。今年もよろしくお願いします。今回 の補正に盛り込まれているふるさと納税の関係なんですけども、これは今拝見しますと、歳出がですね、7540万円で、歳入の方にあたるその寄付金の増額がですね、1億4800万円と、そうするとその、いわゆるその、利益率というかですね、どのぐらい実際にその市に入ってくるかという割合でいうと、大体半分弱なのかなという関係だと思うんですね。で、これまでも大体他の自治体を見ると返礼品に充てるお金が、高くなればなるほど、高価になって、それだけその寄付も集まるという形になってきて、その辺 その、その割合といいますかですね、どのぐらい実際にその市に入る具合をどのぐらいするかというのが、なかなかこの制度の難しいところだと思うんですけども、市長はこの今後そのふるさと納税を、市長選の公約では目標10億円と掲げられてましたけども、それを増やしている上ではその辺 その、寄付に対する実際かかる費用の割合といいますか、これについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。はい、ありがとうございます。おっしゃるようにですね、手元に残るお金という観点からいきますと、なるべく返礼品の返礼率といいますかね、それは低い方がいいわけでありますが、そうするとお返しの品に魅力がなくなって総額が減るという、その非常に難しいバランスの中でこのふるさと納税というのは考えていかなきゃいけないんだと思いますけれども、実際たくさん集めている自治体はですね、やはりそれなりの返礼品を用意しているということでありますし、ただ一方であまりその過度にしすぎるのもいけないというような国の指針も出ている中ですね、そのバランスを取っていきたいと思いますが、私としましては、
そのたくさん集めている自治体がですね、まあ、概ね5割を上限に返礼品の金額を決めているということでありますので、それに倣っていきたいと思いますし、総額が増えることでですね、手元に残るお金も結局はですね、多くなるということ、またその返礼品にお金がかかるといっても、それは地元の農家さんや、あるいはさまざまな企業や、あるいは伝統工芸品の代金として市に入ってくるお金でありまして、まあ、そういう意味ではそこを5割をめどにしていくということでいいのかなというふうに思っています。すみません、今の関係もう1点だけ。そうしますと、まあ、これまで確か、9月の議会でしたか、やはりこの問題が議論になってですね、その時は、まあ、これまでその山形市の場合は、まあ、返礼率は大体まあ2割ぐらいに抑えてですね、まあ、その代わりにその実際に入ってくるお金は6割程度という、まあ、かなりその、手元に残る金額の方が多いのがこれまでの山形市の、まあ、普通納税に対する、まあ、考え方だったと思うんですけど、それを若干、まあ、見直してその返礼率を引き上げるというふうに受け止めてよろしいんでしょうか。はい、そうですね、もう今時点でですね、特に高額な部分については返礼率の見直しはすでに行っているわけですけれども、まあ、これから他のものについてもですね、引き上げといいますか、それを考えているということであります。はい、それでは議案関係で他に質問はございませんでしょうか。あ、はい、お願いします。共同通信社の高坂と申しますけれども、このふるさと納税推進事業 の, この、補正予算なんですけれども、具体的にはどういったところにお金を使うんでしょうか。その返礼金を充実させるだとか、それともホタルサイトの方を充実させるのか。はい、それにつきましては諸国部長から。はい、諸国部長からお願いします。はい、一応その納税をしていただくときにご希望の使途についてもお伺いをしておりまして、まあ、一番多いのは何でも構わないということなわけですけれども、一応その寄付者の意向に沿った形での予算措置というのと、新年度からも目指していると考えています。よろしいでしょうか。それでは他にはございませんですか。ちょっと今ちょっともう一回質問する。ご希望のその使途ということはあれですよね。そのもっと返礼品をつまり充実させる方向にこの推進費を当てるということでよろしかったですか。こんばんは。はい、失礼しました。どういうんでしょう。寄付金は寄付金として、まあ、歳入としていただくわけですけれども、その支出としてはポータルサイトの委託料としてまずお支払いをしなければいけない。そうするとその資金の循環というふうに考えたときに、やはりそれなりの寄付金という歳入部分を増やしていかないと、さっき市長がお話したようにうまい具合に進めていく、いけない。その都度補正なら補正をしなければいけないといったようなことにもなってまいりますので、その辺のところは地方の歳入確保策という側面を睨みながらですね、なんとか返礼率を上げながら、結果として収入率もなんとかして維持をしていきたい、なるべく上げていきたいというふうに考えております。あ、じゃあすみません、今の関係でちょっと整理して、多分高坂さんが聞きたいと思っているのは、今回その歳出で盛られている7540万円の内訳といいますか、これはその返礼品 の, その充実にそのまま全部当てられるのか、それともそのポータルサイトの充実などにその分のいくらかがその7540万円の中で当てられるのかという、そういったことですよね。 それはいかがなんでしょうか。ですね、内容的にはいろんな歳出が7540万円でございますよね。その中で、手数料関係が1140万とか、
あとは委託料というので送料とかですね、いろんなものもポータルサイトの運営、それから返礼品、そういったものも全部含めて7400万です。ただその中で返礼品がいくらなのかということについては一体となって、なってましてですね、細かくは申し上げられてないんですが、単純に今皆様方割り算されるとちょうど半分くらいかなと思ってらしてくださってると思うんですが、実はさくらんぼの早期予約キャンペーンというふうなものもこれから2月3月に予定をしておりましてですね、返礼率だけでいきますと大体今回、そうですね、まあ、5割までには達していない状況です。まあ、4割とかそんなくらいなのかなと思っておるんですが、それを来年の当初には委託料とかそういったふうなものも別にしながら5割あたりを今ちょっと考えらせていただいているということで、直接的な金額で、お答えできずに大変申し訳ないんですが、全体的にはそういう状況になっています。それとは他にはございませんでしょうか。山形テレビ松本です。そのふるさと納税なんですが、今回の、まあ、充実によってですね、いつまでにどのぐらい、の額が集まるといいなという目標みたいなものはございますでしょうか。まあ、目標はですね、公約で掲げさせていただきました、まあ、目標まず10億円ということを一つの目処に、まあ、まずは今年度でいろんな準備をして、まあ、来年度でそれに達成できればいいかなというふうに思っています。もちろん多ければ多いほどいいと思いますけど、今年度的にはいくらぐらいに達しそうでしょう。そうですね、ちょっとまだ12月は大変おかげさまで好調だったわけですけども、まあ、あとこの 1、2、3月ですね、まあ、やはり年末12月はいろんな税の関係もあってこう増えるというのも聞いておりますし、ちょっとまだ具体的な金額は読めない状況ですね。まだ好調は続いていると考えているんでしょうか。まあ、そうですね、12月当初、まあ、キャンペーンなんかも始めて、ふるさとチョイスの登録も始めて、で、まあ、要はスタートダッシュというのがあったわけですけども、まだそれが一旦落ち着いて、まあ、まだ順調にはいっているとは思いますけども、少し落ち着いたというところですね。ありがとうございます。はい、それでは他にはございませんでしょうか。はい、じゃあ補足します。さっき財政部長の方からありましたけども、そのキャンペーン関係ですけども、まあ、ふるさと調子に挙げたということで12月当初から20日間ほど倍返しキャンペーンをさせていただきました。それから1月からはですね、今月から、まあ、健康医療先進都市という主張のキャンペーンも公約もございますので、人間ドックですとかペットですとか市内の医療機関で受診をしていただけるような関連商品も今アップをしている手続きを必要やってございます。それからさっきもございました2月からさくらんぼの早期の血液キャンペーンというものも、やらせていただきたい。それからさっきの倍返しについて3月から20日間ほどまた同じように特典を通常の2倍にするようなキャンペーンも、やらせていただきたいというふうに考えております。以上です。それでは他には議案関係の質問はございませんでしょうか。それでは内容ですので、議案以外の案件に入りたいと思います。それでは市長発表をよろしくお願いします。はい、続きまして新しい経営計画についてですね、お話をさせていただきたいというふうに思っております。現在平成27年度から平成31年度までの5年間を計画期間とする新しい経営計画、これは仮称でありますが、山形市発展計画を策定中でありまして、先月の市議会12月定例会で計画の骨子を示させていただいたところであります。この骨子案につきましては1月15日までパブリックコメントを実施しておりますが、市民の皆様からのご意見も参考にさせていただきながら具体的な事業を盛り込み、3月市議会
山形市議会3月定例会に新しい経営計画としてご報告をしたいと考えております。平成28年はこの計画をもとに新年度予算を編成する重要な年となります。山形市が目指す世界に誇る健康安心の街、健康医療先進都市の実現に向けて良いスタートが切れますよう全力で傾注していきたいと考えております。皆様方のご協力よろしくお願い申し上げます。次に平成27年度の山形市民文化賞の受賞者を発表いたします。山形市民文化賞は山形市の文化活動の一層の振興を図るために長年その道一筋に精励し、または伝統を継承し、そのご功績が顕著である方々を表彰するもので、昭和55年に創設し、これまでに175名の方々を表彰しております。この度の受賞者は別紙の配布資料の通り、長年にわたり農学・養局に精励し、後継者の育成をする傍ら、自らも舞台に出演するなどご活躍の農学分野六芒会の佐藤寛介さんをはじめ、華道分野から梶井宮五流の金子素優さん、茶道分野から表千家の神保宗路さん、郷土芸能から民謡の三味線練馬流練馬美希さん、安見石追坂森の鈴木義雄さんの5名の方々です。表彰式は2月6日土曜日午前11時から山形グランドホテルにて行います。次に第7回桜咲く山形冬の桜キャンペーン2016についてご説明をいたします。本キャンペーンは山形県が生産量日本一を誇る冬に咲く慶応桜をより多くの方々に知ってもらい、山形の冬の魅力を県内外に発信するとともに、中心市街地におけるにぎわいの創出につなげるため、山形市ホテル協会が中心となり実行委員会を組織し、生産団体や小売商組合をはじめ多くの皆様からの協賛を得て開催するものであります。キャンペーン期間は1月15日から2月29日までの約1ヶ月半であります。期間中、視聴者や市内のホテルをはじめ水の町や七日町御殿関、山形丸ごと紅の蔵、山形丸ごと館紅の蔵などの参加施設において慶応桜を展示するほか、各ホテル等ではそれぞれ工夫を凝らした春や桜をテーマにしたおいしいオリジナル料理を準備して皆様をお待ちしており、街中で桜を見る、香る、食べる、楽しんでいただくキャンペーンとなっております。キャンペーン初日であります1月15日には午前11時から花城セントラルにおいてオープニングセレモニーを開催いたします。セレモニーでは山形舞妓の演舞や慶応桜の酵母を使用して醸した山形地酒桜桜のお披露目、甘酒の振る舞い、慶応桜のプレゼントなど楽しい企画を予定しております。この機会にぜひ大勢の皆様が山形市を訪れ、慶応桜の咲く街中を歩き楽しみながら一足早い春を感じていただきたいというふうに思っております。私からの発表は以上でございます。はい、それではですね、ただいまの発表案件についてご質問をお受けしますが、発表案件以外の質問は後ほどお受けしますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは幹事社の前に新聞さんございますでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。経営計画の関係なんですが、人口減少対策という観点から言うと、どういったところに力を入れて、どういった方針でそれに歯止めをかけていくかというところで力を入れたところを教えてください。はい、ありがとうございます。まあ、いつも申し上げているんですけれども、まずはこう人が増える魅力的な街というのは、街の総合的な魅力が高まらなければいけないということで、それはあらゆる面で、住みやすい街にならなければいけないんだろうというふうに思っております。中でも大事なものと考えておりますのは、当然まず働き場所の確保、雇用を増やすということ、でもう一つが、子育て支援政策、これはまあ出生率を上げるという意味においても、あるいは移住を促す意味においても大事だと思っています。そしてもう一つが、医療福祉、
健康に関連するものであります。この3つをですね、政策の中では重視していきたいというふうに思っておりますし、これに加えて今までなかった部分として移住政策ですね、この山形市にどうぞ住んでくださいと、そのためのいろんな応援やあるいは PR をしていきますと、そういった、まあ、事業を新たに行いたいというふうに思っております。すみません、関連でもう一点で、あの人口ビジョンよりとなっていて、人口推計も一部変わってきているようなんですが、はい、この、2050年30万人というのと、この計画の関係というか、はい、どういうふうな位置づけになっているのでしょうか。はい、この計画の中にですね、その人口目標も入ってまいります。まあ、ただ計画自体はまず5年間の経営計画でありますので、まあ、それに向けてこの5年で何をするかというところが位置づけられているということです。はい、それでは TUI さんはございますか。はい、テレビ山形の社長です。本日もよろしくお願いします。発展計画の中に産業振興による雇用の創出、まちづくりの、にぎわいづくり、2番のにぎわいづくりというところで、サッカーのスタジアムのことについて触れられていると思うんですが、まあ、現在のモンテディオさんの方が社長が交代されまして、いろいろいろんな意見が交わされているかと思うんですけども、はい、改めて山形市としての、はい、サッカースタジアムについての今現在の立ち位置、スタンスをお聞かせいただければと思います。はい、山形市としてはですね、スタンスは、変わらず、おります。山形市にですね、サッカースタジアムを建設し、そしてモンテディオ山形をしっかりと応援していきたい、あるいはこの山形市自体の町の活性化につなげたいという思いは変わらないでおります。ただその株式会社モンテディオ山形の方でですね、社長さんも交代されて、スタジアムの考え方を示した、示すといいますか、報告書ですね、報告書が出ましたけれども、まあ、あれはまず報告書であって、この会社自体の考え方とはまだ言えない状態だというようなお話だと思いますので、まあ、その中でですね、モンテディオ山形の方で、どう考えるかということを注視しながらですね、こちらからもコミュニケーションを積極的に取って、その中で山形市も貢献させていただきたいというようなことでですね、連携を取っていきたいというふうに思っております。やはり、その運営会社の意向なしにですね、そういったことを進めるのは難しいというふうに思いますので、そこはその株式会社モンテディオ山形内での議論と並行した形でこちらでも検討を進めていきたいと思います。はい、追加してよろしいですか。はい、で今後その報告書を受けて、山形市の方から具体的にこう、はい、具体的な提案ですとか、この山形市であればこの場所が考えてますとかですね、そういった具体的な提案を今後行っていくという予定もあるんでしょうか。そうですね、場所についてもですね、まず望ましい場所っていうのがおそらく会社としてあるというふうに思いますので、それを聞きながら山形市の中でも一緒に検討していくという形になると思います。わかりました。はい、それでは勘違いの皆様からはございませんでしょうか。じゃあ、こちらから山形新聞の人です。移住政策、新しくやられるということだったんですけど、はい、具体的には何か都市長が出ていたりとか、もしくは東京とかの方に市の出張所を置いたりとか、何か具体的なこう政策みたいなのを考えてらっしゃるんでしょうか。そうですね、まずは山形の良さを知ってもらうという PR の部分と、あとは具体的にですね、その移住を希望される方への直接的な働きかけと、あるいはご支援というようなことになろうかと思います。それ用の出張所っていうところまではまだすぐにはいかないと思いますけれども、そういう移住を促進する関係機関も今続々と
出てきておるようですし、そういったところと連携しながら働きかけをするような体制になると思います。県とかでこう置いてるようなところとかと、まあ、こう密に連携を図りながら、それももちろん、ね、含めてですね。よろしいでしょうか。じゃあ他に、朝日新聞と申します。先ほどのサッカースタジアムの問題なんですけども、株式会社モンティウ山形が発表した報告書を読みますと、誰がそのスタジアムを作るのかという事業主体の部分がですね、極めて曖昧だと思うんですね。ですから、県が指導するのか、それとも山形市が指導するのか、いずれにしろどこかがですね、旗振り役をやらないと、この事業はなかなか進まないんじゃないかと思うんですけども、その辺、市長はどのように今考えていらっしゃいますか。はい、それはもうおっしゃる通りだと思いますが、やはりあくまで株式会社モンテディオ山形が一番の主体でなければですね、うまくいかないというふうに私は思っています。よろしいですか。じゃあ赤木さん。はい、学習ポイントです。すみません、政策の中ですね、先端連携の効果というのがあって、これまでも先端連携というのは、このビジョンを完成させるために一番大切だということを言って、で、これまでも多く感じたんですけども、そのプロジェクトチームの補足、指導というのは、具体的にはもういつになるのかということを感じています。はい、組織的なものにつきましてはですね、今、検討中で、年度代わりですね、4月からのスタートとなると思います。具体的にはどの部分に置いていくかですね、そこら辺まで細かいところを詰めてらっしゃる。そうですね、まさにそれを今検討中ですので、今の時点で明確には申し上げられません。まあ、先端連携でもいろいろと長期的な、課題は JR の評価と、経済的に交流と、どこからまず手をつけなければ。私が思いますのは、小さくても実績といいますかね、それを一つずつ積み上げていうのが最優先だというふうに思ってますので、そういう意味ではビジネス上の連携ですとか、あるいは観光ですね、そういったところは、いろんな大小案件あると思いますので、そういうところに市もですね、積極的に関わりながら進めていきたいと。それでは、政策骨子の中の、政策の話の2のところでですね、ユネスコの創造都市ネットワークの、関係の下りでですね、これはまだ骨子の案の時期だったからこういう表現になっているかもしれませんけども、もうすでに加盟認定を受けという形で、加盟認定がされたということを前提にこの文書をまとめられているように思えるんですけれども、これはどうなんでしょうか。次回の申請に向けて、再申請をし、またそれをが認定されると前提に、今後の政策を進められるというお考えなんでしょうか。そうですね、当然ですね、そのユネスコの、前提といいますかですね、順番が、私は逆だと思ってまして、山形市においてはですね、そのドキュメンタリー映画祭という一つの大きな宝財産があるわけですから、それをさらに中核とした形での、町の活性化を図らなければいけないというようなことでですね、今後もそういった活動を力を入れていきたいというふうに思っております。で、次のですね、ユネスコの申請はやはりどうやら今年はない、そういう機会がなくなってしまうようで、来年の6月頃に次の申請の機会があるということでありますので、まずはそれも念頭に置きながら、山形市としての映画あるいは映像という切り口からの活性化を経営計画の中でも位置づけて進めていきたいという意味であります。
しいでしょうか。それでは他にはございませんでしょうか。それでは、はい、すいません、またモンテの話に戻っちゃうんですけど、ちょっと不勉強で申し訳ないんですが、モンテには市役所から人材をこう送ってたりとかですね、情報を得るような活動っていうのはなさってるんでしょうか。株式会社モンテニュアワタに出向、出向みたいな形で、いや、そういうことはしてなかったと思いますので、そこは直接のやり取りで、情報交換する。でも山形市の立ち位置をこうもうちょっと上げるためには、人を送ったりとかですね、はたまた出資をしたりとかですね、いろいろ手立てはあるので、もう一歩二歩踏み込まれた方がいいと私は思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。そうですね、そこはちょっとまだ人の部分の中についてはあまり、想定してなかったものですから検討いたします。はい、よろしいですか。はい、それでは他にはございませんでしょうか。それでは内容ですので発表明け以外の質問に移りたいと思います。幹事社の前西さんございますか。TUY さんはいかがでしょうか。TUY です、よろしくお願いします。今年雪不足で、市民生活の方はだいぶ楽だと思うんですけども、雪がないと困る観光施設もあると思うんですが、蔵王などその、それ観光面で、内閣で雪不足に対する支援策というのは今現在検討されているのがあるのか、あれば教えていただきたいというのが1点と、あとそれに関連してスキーの弱体会もおそらく雪が今のところそんなに多くはないかと思うんですけども、そちらへの対策などもあればお伺いできればと思います。はい、ありがとうございます。雪、確かにおっしゃる通りでありまして、蔵王は降ってくれないと困るというのは私もいつもいろんなところで申し上げているんですが、今時点でですね、その雪不足に着目した、独自の支援策というのはまだ行われておりません。今後ですね、この状況がどうなるか見ながらですね、何か必要があれば対応していきたいというふうに思っております。もう一点よろしいですか。除雪の、費用なんですけども、こちらは逆に全然今年度は進捗率といいますか、除雪がまだ山形市はされてないかと思うんですけども、こちらもいわゆる除雪費、件数、業者さんですね、こちら側への何か補填じゃないですけど、何かそういった対応というのは何かあるんでしょうか。はい、それにつきましてはですね、すみません、財政部長から答えしましょう。何かあるんですよね。はい、除排雪経費の中にはですね、準備経費とか、そういったものも含めて、ある程度お渡ししている部分がございます。ただ例年と比べて、回数が少ないというふうな部分については、少なく収入にならざるを得ない部分もございます。ただ雪が降らないから、せっかく準備しているのに整備をしたり点検なんかもしてるのに、市の方からは一切何もないと、そういうようなことはございません。今年度まだ出動はないです。はい、すみません。はい、今年度は山間部はちょっと聞いてないんですが、ちょっと未確認でございます。すみませんが、道路記事の方にちょっと、お聞きいただいた方が正確なお答えできると思います。申し訳ありません。はい、それでは幹事社以外の皆様からは何かございませんでしょうか。はい、すみません、アセスメントです。今月の市長 の予定を見ますと、JR のですね、山形支店とあと仙台支社への要望活動とか、予定されていらっしゃいますけど、ここでは具体的にどんなお話をされるお考えでいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。これにつきましては、毎年行ってはたということでありますけれども、市長が行ってというのはなかったようであります。まずはちょっと私が行ってですね、どういった感触なのかなということを含めて、お伺いしたいなということであります。で、内容につきましては
公約にも掲げました仙山線の強化、高速化に向けた要望ということになります。はい、よろしいですか。はい、それでは他にはございませんでしょうか。手いいですか。もう先に、じゃあ先に、はい、すみません、共同通信社のトップですけれども、先ほどの経営計画更新の中核市への移行ということが、重点政策として掲げられていたんですけれども、もちろんその定住実現構想ですとか、その他の市町村との連携も視野に入っていると思うんですけれども、具体的に今年その合併など、そういった合併に向けたその具体的な動きなど、そういったことはまだ考えてはいらっしゃらないでしょうか。そうですね。これもいろんなところで申し上げておりますけれども、まずその合併についてもですね、念頭にはありますけれども、まずこれは相手のある話ですので、今時点でここで申し上げることはありません。ただやはり山形市がですね、頼りがいのある町でなければ、それは周辺の市町村としてもですね、合併なんていう話にならないと思いますので、まずはしっかりと経営計画を策定して、公約の実行に頑張っていきたいというふうに思っています。はい、よろしいですか。じゃあ、はい、よろしいです。そうですね、最後で結構です。今年を始まるにあたってですね、いわゆる公務の面で市政の上に邁進されるのは当然のことだと思うんですけども、プライベートの面も含めてですね、今年1年はこんなことをしてみたいとか、こんな1年してみたいというような、そんな抱負がございましたら、ちょっとお聞かせ願えればありがたいと思いますね。はい、ありがとうございます。プライベートではですね、ちょっと自分のことで言うと、ちょっと意識して体力作りといいますかね、こう歩くことをしないとなというふうに、思っています。やっぱりある程度体がなまってきた部分がありますので、やっぱり40歳になるといろいろ体のあれも変わるというふうなのを実際感じておりますので、そこを目標にしていきたいなと。であとはやはり子育てですね。なかなか市長就任以前よりですね、いろんなことで時間が取られることが多くて、妻に任せた分も非常に多いわけですけども、よりですね、自分も関わっていけるように頑張っていきたいと思っています。はい、それでは他にはございませんでしょうか。それでは内容ですので、以上で本日の記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。